芸能界でも様々な女性関連のスクープがされてきたダウンタウン浜田。今回はそんな浜田の女性関係の話をたっぷり紹介していきます。浜田の不倫騒動。1990年、浜田が27歳の時に AV 女優の森田恵子と新宿のプリンスホテルで密会していたところを週刊誌に報じられたことがあった。実はこの時妻の小川夏実が妊娠中だったこともあり、妊娠中の不倫として世間でも大きな話題となったそう。報道後浜田は小川に土下座謝罪をして離婚を回避したという。2014年にはグラビアアイドルの吉川舞子との3年にもわたる不倫関係がフライデーによって報じられてしまった浜田。フライデーによると浜田と吉川は番組での共演をきっかけに3年間ほど不倫関係&反同性状態だったという。これに対して妻の小川夏実は、全然いいんじゃないですか、芸の肥やしになれば。彼が女性にモテなくなったら終わり、モテてる彼がかっこいいと思っています。彼は羽を外しすぎ、伸ばしすぎた羽を家族にバキバキに折られ、その羽をそっと畳み意気消沈ゴリラになっています。そんな彼を私たちは変わらず笑顔で支えていこうと思っています。我が家は大丈夫ですとコメントしたそう。2023年、またしてもフライデーに抜かれた浜田。今度はパパ活不倫だった。その内容は35歳年下のエステティシャンと高級ホテルで4回にわたり密会し、合計約30万円を支払ってパパ活を行っていたというものである。女性が何回か会う中で浜田の好物のミスタードーナツのフレンチクルーラーを手土産に持っていったところ、浜田はこんなことしてもらったん初めてやと感動して泣いてしまったという。また浜田は女性に自身のことをマー君と呼んでほしいと言っていたそう。またそのエステティシャンを浜田は自分好みの女にするために女性に様々なリクエストをしたという。女性によると当時彼女は前髪を伸ばしていたが、浜田にパッツン前髪切った方がいいと勧められたそうで、浜田は俺は腐るほどいい女を見てきたからわかると言って服装や髪型などいろいろとアドバイスしていたという。さらに最近の若い子はふてくされたようなのが多いけど、お前みたいなすれてない女が俺はタイプやと言っていたそう。そしてこのフレンチクルーラー不倫発覚後に収録されたガキ塚では、今年2月に急逝した笑福亭笑瓶の名場面集がテーマだったが、親交の深かった笑福亭笑瓶の急逝になかなか涙を流さなかったという浜田。この姿に相方の松本人志から、浜田さんはつながりがだいぶ深かったんじゃないですかと間接的に振られるも、浜田がそうやったんですけどねとあっさり返答。これに対して松本は泣けよと直接突っ込んだ上で、スタッフにフレンチクルーラー持ってこいとリクエスト。浜田は苦笑いしながら、俺はあれは好きじゃないよとボソッとつぶやいたという。また不倫後に放送されたダウンタウンデラックスにファッションモデルのゆうちゃみが出演。ゆうちゃみの恋人の話題になると、 MC の浜田から彼氏おるんやっけと聞かれたゆうちゃみはフライデーに取られましたと発言。すぐさま相方の松本がフライデーの話するなと猛突っ込み、スタジオが爆笑に包まれる中、浜田は松本に対してかまへんかまへんと松本を制止していた。浜田のセクハラ。ある時ダウンタウンナウで女優の水川あさみと共演。実は水川が18歳だった頃にドラマ明日があるさで共演していた浜田は、当時を振り返り、水川が一人でポツンと座ってるから場を和ませようと膝の上に俺が座ったと当時の衝撃エピソードを披露。すると水川は浜田が座る際の姿勢が対面だったと主張し、さらに腰振ったのと言ってセクハラを猛アピール。これに対して相方の松本人志は、和むかお前めちゃくちゃやろ、今なら大大大問題と猛ツッコミしていた。森三中の村上とガキ塚で共演した時、浜田は当時若手だった森三中の村上の胸を収録中に無理やり揉んだという。村上はそれまで男性に胸を揉まれた経験はなかったそうで、浜田に揉まれて以降、私の胸はいくら揉んでもいいという風潮になり、他の人からも揉まれるようになってしまったと苦情を訴えたこともあった。それを現場で見ていた松本は、母乳やったらめっちゃ出ていたと謎に余計なコメント。胸を揉んだ理由を問われた浜田は、あれいい流れじゃなかったと釈明していたが、石を揉んでもいい流れってないと思うと松本がツッコミを入れていた。またダウンタウンのごっつええ感じに現在女優の篠原涼子が出演していた時のこと。当時初めてのテレビ番組がごっつだったという篠原に対して、浜田は後ろから羽交い締めで胸を揉んでいたそう。そんな浜田は昔テレビ局の楽屋に入る前に、楽屋の外に女芸人やスタッフがいたら胸を触っていたという。これに対して浜田は当時を振り返り、胸を触るのは挨拶代わりと持論を展開。当時を回想した松本は、楽屋にいたらキャーという声が聞こえると浜田が入ったなと分かったと話していた。歌手の倖田來未がダウンタウンナウに出演した時、ヘイヘイヘイに初出演した回を振り返り、衣装の関係で倖田がノーパンノーブラで出演していたエピソードを話し始めた。流れ出た VTR ではド変態浜田が、ティーバックなん今日と発言し、続けてケツ見してみーと肝要求。倖田來未がくるっと一回転すると、さらにケツまくって見してみーと浜田がエスカレートし、正常な松本人志が考えられへんと言わんばかりに呆れていた姿が映っていた。この珍事を振り返った倖田は当時、浜ちゃんにしばかれてこれで売れると思っていたと話すと、浜田はケ
ツ見せてたらもっと売れてたかもわからへんと相変わらずセクハラ発言をかましていた。フリーアナの川田博美が浜田の関西での持ち番組であるゴブゴブに出演した際、ゴルフのスイングを披露。ゴルフ初心者の川田に対して浜田は川田の腰を両手で掴み、直々にスイングフォームの指導をスタートしたという。また川田がスイングを指導してもらうために、浜田さん見といてくださいねと発言すると、浜田は見てるよ、もうやらしいところまで見てるよと相変わらず昭和のハラスメント気味な返しを披露。これには川田も反応に困ってしまい、普通でいいですとただただ苦笑いを浮かべていたという。そんな五分五分にアナウンサーの角玲奈がゲストで登場した時、番組冒頭で角が女優の仕事にも挑戦したいと言うと、浜田は女優にもいろいろあるやん AV とかと、番組スタート後わずか2分ほどで早速放送事故級のセクハラ発言。またカップ焼きそばを週5から7食べるという角アナに対して、お前のその父はどうやったらそんなになるの、カップ焼きそばで出来上がってるわけちゃうやろと終始セクハラ発言を繰り返していたという。五分五分はもはやセクハラ容認番組かと勘違いしてしまいそう。さてガキ塚で人気シリーズの時事抜きの回、ゲームの進行役としてバニーガールが登場すると、浜田はその表情を確認することなく即座に網タイツ付近を凝視。これにはお前クソのクソやなと松本が突っ込み、後世からも顔は見てくださいと突っ込みが。これに対して浜田は上から行った方がいいとバニーガールに釘付けだったそう。2018年に放送された水曜日のダウンタウン、おっぱい星人絶滅説という謎企画のプレゼンターで懐かしの芸人田村健二が登場。浜田に対してタムケンは、浜田さんはでもおっぱい好きですよねと聞くと、浜田は嫌いな人いないでしょと正常運転の回答。続けて田村が、でも結構ドッとしている方がいいですよねと聞くと、浜田はああそら関係ない、人によるわ、ちっちゃかっても乳首で遊べるしと返したという。田村は乳首で遊べるし名言をいただきました、ありがとうございますとコメントしていた。暴言。女性タレントの優は21歳の時、浜田とラジオで初共演。当時不良さが自身の自然体なキャラクターの根底だったという優は、 CM に入った途端にタメ口っぽく、え自己紹介してもいいですかと言うと、それに対して浜田は舌打ちして、したらええやんと返したそう。当時21歳だった優は、殺されると思ったと回想していて、今でも浜田に対してはその気持ちは変わらないという。2021年に放送された水曜日のダウンタウンで、そんな優とクイズ企画で共演。その際に浜田が自身のチームメンバーにさりげなくヒントを伝えようとすると、敵チームだった優がすぐさまそれを指摘すると、浜田はお前殺すからなと優を恫喝したそう。それを聞いた優は、あーやめて、久しぶりに聞いた殺人予告と絶叫。さらに浜田が、俺いつでも刑務所に入ってええんやからなと言いながらガンを飛ばしていたという。2017年に放送されたダウンタウンナウに芸人の渡辺直美がゲスト出演した際には、渡辺のワールドツアーの VTR を見て、汚い豚じゃないもんなこんな豚がと渡辺を豚呼ばわりしていじっていたそう。浜田が出演する何でも OK な番組ゴブゴブで、ロンドンブーツ1号2号の田村敦史とロケをしていた時、後ろを車で通りかかったとある女性芸人が車の窓から、浜田さんと言うと、浜田は誰かを判断できていない状態でその女性芸人の車を蹴り上げたという。ある時ガキ塚のフリートークでは、当時注目を浴び始めていたスーパーモンキーズというアイドルグループの話に触れ、あれ真ん中のやつの顔猿やんと酷評した浜田。その猿とは実はセンターを務めていた安室奈美恵のことを指していたが、寮で浜田のこの暴言を聞いたという安室を含むグループのメンバー全員が無言でそれぞれの部屋に戻っていったという。最近中田敦彦に、一遍審査員やってみーやと発言し話題になったことでもおなじみの上沼恵美子がダウンタウンデラックスに出演した時、上沼が楽屋挨拶で気を使ってもらわなくてもいいと持論を展開し始め、邪魔くさいやんか、事務所に行け言われてるでしょ、私のことなんか知らんのよ若いタレント自分よりと語り始めると、浜田がうるさいねんと言って頭をバシッと叩いたという。これに対して上沼はにこやかに、初めて光栄ですと返したそう。2023年1月放送のガキ塚で、法政主催のブレイク芸人発掘企画第17回ヤマワングランプリが行われた。ここで交渉体重70キロという体格のいい女芸人がネタ終わりのインタビューで、体を鍛えていると発言すると、体型を見た浜田がそれでと冷たく聞き返したそう。これにココリコの遠藤正蔵が体でブロックして、聞かないで聞かないでと制止するも、再びその女芸人が週5でトレーニング行ってると話し始めると、浜田は今度は遠藤のブロックを突破して大声でそれでとツッコミを入れたという。2020年放送のダウンタウンナウに女優の伊藤リーサが出演。伊藤が序盤から独特の身振り手振りや表情をしながら返答することもあり、浜田はなんかどつける顔やな、女性ですけどどつける顔やんなと発言。その後伊藤の兄である芸人のオズワルド伊藤俊介から、出かける時もテレビ電気エアコンが全てつけっぱなしという伊藤の私生活に対するタレコミが届くと、松本は俺やったらイライラするとコメントした。すると伊藤はなんと、実は忘れていただけだと告白。これに対して浜田は、おい絶対殴るこいつ、とりあえず一発殴らせろと暴言を吐いたそう。女性でいじられる浜田。
ファッションモデルのゆきぽよがダウンタウンナウに出演。浮気している男性がわかると熱弁するゆきぽよ。相方の松本から浜田さんを見て女の影があるとわかるの？と尋ねられると、ゆきぽよは浜田について浮気の問題になった瞬間に急にもじもじし始めると鋭い指摘をしてみせた。さらにゆきぽよは浮気しそうな人を聞かれると絶対浜田さんなんですとズバリ。これに対して浜田はこらゆきお前こらと叫んでツッコミを入れていた。水曜日のダウンタウンで女子中高生の人気ナンバーワンノンスタイルそんなわけない説という検証が行われた時、取材班は VTR の中で高2女子2人組にインタビューをした。好きな芸人は誰ですかと聞くと女子高生の一人が一言浜田と回答。この姿をスタジオで見ていた浜田はお前なんで呼び捨てやねんと鋭くツッコミを入れていた。2019年ダウンタウンデラックスに尼神インターの渚が出演。渚と浜田の番組収録前の様子について、さっきの前室はおかしかったよね、浜田と渚に近寄りがたかったよねと共演者に切り出した松本人志。渚は前室で休んでいた浜田のそばまで行き二人きりで雑談をしていたそう。これに対して違う違うと否定する浜田だったが、スタジオが妙な雰囲気になると渚はじゃあ言います、浜田さんの女ですと発言。これに対して浜田はすぐに鐘を鳴らして話題を終わらせたという。妻との関係。浜田は妻小川夏実との結婚の理由について、バラエティ番組ゴブゴブで一人暮らしがめんどくさくなってきて洗濯したり飯作ったりそれが嫌やったんですよ、誰かがやってくれたら楽やなって、あと金の管理、俺もう儲けたら儲けただけ使うててん、誰かがおってちゃんとしてもらわないとどっかで借りてとかになってしまう、その時出会ったのが今の嫁はん任せたみたいなとこですよと語っている。しかし2022年の12月、小川が還暦を迎えた時には浜田が中心となり還暦パーティーを開くほどの愛妻家ぶりも見せているのだ。そんな浜田夫妻だが、結婚式では新郎夫婦がバブル時代の象徴でもあったゴンドラから登場。ゴンドラから満面の笑顔で降りてきた2人は熱いキスも披露した。そして最後の挨拶でダウンタウンにも力を入れ、夫婦生活も力を合わせて頑張りたい、両方のコンビを大切にしたいと決意を語ったそう。また浜田は小川が舞台に出るときは欠かさず現場に差し入れをしているそうで、梅沢富美男兼直子特別公演では高級バナナをスタッフ演者全員分差し入れしたそう。共演した梅沢富美男からも昨日浜ちゃんと夏美さんからいちごサンドが、みんな大喜びです、いつもありがとうございますと感謝されている。2019年に放送されたダウンタウンナウでは、浮気ばっかりする浜田を30年以上献身的に支えてきた小川夏美の女の勘について語った。坂上忍が浜田さんは浮気した時どうしてたの？とド直球で聞くと、浜田は俺もいつも通りのつもりですよ、行ってくるわって家出るやん、でも後々聞いてんけど行ってくるわって出た後ろ姿で、あこいつ今日なんかやってきよるなって気づかれていたと話しており、小川には浜田が猿の日かどうかに気づく鋭い直感があるそう。なんだかんだで仲良し夫婦に見える2人だが、今年に入って週刊誌に別居が報じられた。その内容は 1,2 年近く別居状態が続いているとのことだったが、これに対し妻の小川はすぐさま反応、自身のインスタグラムでえんなアホなとコメント。浜田も持ち番組のゴブゴブラジオで俺らもなんじゃそれって、俺もうちの嫁と一緒に笑うてた、それでええか思うててんけどなと報道を否定し、夫婦円満をアピールしていた。今回は浜田の女性エピソードを紹介しました。他にも松本人志の天才的な返しも紹介しているので、ぜひ見てください。最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでもいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。